浦添市や宜野湾市など、本島中部の八つの市町村からなる沖縄2区には、ご覧の4人が立候補しています。全国的には、政権与党の自民・公明勢力と、政権交代を掲げ、共闘体制を作った国政野党が一騎打ちとなる構図が多い中、沖縄2区では日本維新の会も候補者を擁立、 選挙戦は自民前職と社民前職の後継者と訴える2人の候補が先行した戦いを繰り広げています自民党公認で前職の宮崎正久候補は衆議院3期の実績を強調し政権与党として新型コロナウイルスの検査体制の整備や経済対策新たな沖縄振興計画として 正規・非正規間の格差是正などに取り組むことを訴えます何回でも検査を受けられる体制も作ってもしちょっと不安だなと思ったらすぐに PCR 検査を受けられるようなそんな体制もこれからきちっと整備をしてまいります医療的な側面がスタートなんですそして同時に暮らしを立て直さないといけない様々な事業の方に一つ一つ支援の手が差し伸べていくようにもっともっと細かく やってまいります普天間基地の移設問題について宮崎さんは辺野古移設以外に危険性除去の現実的な方法がない以上移設はやむを得ないとして容認する立場を示しています選挙戦では沖縄入りした菅前総理大臣と企業団体との集会を開いたり有名議員と街頭演説を行って指示を呼びかけています 社民党婚姻の新人、荒垣邦夫さんは、衆議院を6期務めた照谷監督さんの後継であることをアピールし、普天間基地の1日も早い危険性の除去は、辺野古の基地建設では解決できないと訴えます。おそらく20年以上かかるのではないかと私は思っております。予算も1兆円、2兆円、なぜこのような馬鹿げたことをやるのか、信じられません。 20年後誰が責任を取るんでしょうだめなものはだめ、嫌なものは嫌だという政治をやらないと、本当におかしくなってままいります新型コロナで疲弊した経済の立て直しを図るため、消費税を3年間ゼロにすることや、医療関係者の待遇改善などにも取り組むとしています。荒垣候補は オール沖縄勢力の候補であることをアピールし全選挙区で勝利することや政権交代を訴えます日本維新の会公認の新人山川康弘さんは県民所得の向上と子どもの貧困の解消に取り組むと訴えます改革なくして成長なし国会議員の報酬と定数を三割カットする そして、その3割カットした浮いた財源で、ベーシックインカムの導入や、コロナウイルスで苦しんでいる方々への二年を目安とした消費税5%に引き下げをする。街頭演説などは行わず、ネットでの選挙活動を重視する NHK と裁判してると、弁護士法72条違反で後任の新人、中村幸也候補は、 学校に行かない選択をした子どもたちが学べる環境を整えていく必要があると訴えています沖縄2区は普天間基地をはじめ多くのアメリカ軍施設が点在し情勢調査でも投票の際に最も重視することに基地問題と回答した人が多くなっていますまたおよそ2割が投票先をまだ決めていないと回答していて 各陣営は無党派層の浸透に向け奔走しています。